彼女に対して性欲がなくなったっていう男性に対して言いたいのが2つありまして、1つが性機能の低下を疑ってもいいかもしれない。もしかするとなんでかっていうと、男性って基本的には多くの人女性との間に子供を作りたいっていう願望が生物としてあるんですよ。だから彼女ともやりたいし、彼女じゃない人ともやりたいっていうのが男たちの本音です、基本的には。ところがなんかその女性との間でもうセックスがなくなっちゃったとか、なんかやりなくなっちゃったっていうのは、そもそも全体的にその性欲が低下している可能性があるので、ちょっとそれ危ないんで、Dラボでテストステロン対策、テストステロン減少対策だ、テストステロンの科学が扱ってるんで、それやってもらった方がいいんじゃないかなと思うんですけど。